どうもエルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います、今回も公開収録となりますので、チャットの方に反応しながらプレイをしていこうかなと思います。ここ街なんだ。おー、この方向に焚き火あるね。あとはそうだね、前回のライブ配信の時に武器をシャドースリングと長弓を買いまして、落ち着かう、これも今回使っていければなと思ってるんだけど、どんなもんなんだろうね。弱点属性掴んどけばいいんだろうなっていう気はしてるんだけど、そこのバランス難しそうだよね。じゃあ結構距離あると思うんで、のんびり移動しながらやっていきますか。さあ、こんなやってたらもう20分経ったわ。早いのよね、マジで時間の経ち方が。やあ、そう、これを登っていって、結構キャンプ場あるね。これはいいわ、立ち止まってみてよかった。これはサブ系だからね。最適、はい、役に立つ。その程度。OK でしょう。あとどんだけ、400でしょう。下行ってトールネックも解放しないとねって感じだね。雰囲気変わったね。十分遠くまで乗せてくれた。ここが好きだ。オセラムはノラ同等だ。西へのものから集めた。申し訳ないが、都に入る品物は全て検査させてもらう。バカバカしい、我らは善良な市民だぞ。どれだけ待てばいい。どうしろって言うんだ、せっかくの商品がダメになっちまう。ここすごく好き。カージャなら誰でも入れるはずじゃないのか。なんかだいぶ揉めてるね。俺たち一切関係ないだろ。起きてるぞ、警戒して。取れないか。くそ、ちょっとアイテム見ようか。なんかね、急に着いたからちょっとびっくりした。シャドウストリング。これは持ってるね。いや、これさ、違うね。ダメージが違う、これ。15、5、はぁ。シャドウの選球ね。スリングだと属性弾みたいな感じだけどっていうとこか。
氷と毒はなかなかだね、これね。しかも一つはあれ属性級みたいなもんか。あー、なるほど。ゴールドトラベルバッグ、いや買おう、それは買おう。これで無駄に買い物しなくて済むからね。汚れか、粘着性爆弾、これ強いだろうな。あべ、シャードが21しかない。売却しないと。40ダメージ超えるはなかなかいいよね。売ればいいやつ。ちょいか。そうなると、これね、商人との取引っていうのがいまいち分かってなくて。これでファストトラベルが、できるようになってる。言ってるが、失った客は戻らないんだぞ。いいね。じゃあ奥入っていこうか。太陽の下に影はない。どうなってるんだ。オーリアがいる。どこかに。それにエレンドや試練の前夜に話した他の流れ者も。エレンドはメリディアンに来れば姉を紹介すると言ってた。ヴァンガードの隊長だったな。これじゃ一月で一文なし。被害を被るのはいつも商人さ。都は封鎖、殺人のようだ。止まれ。三王が太陽の広場での惨劇を終わらせたことを。おい、お前、止まれ。先日の攻撃を受け、よそ者は検査に応じねばメリディアンには入れん。先日の攻撃？何があったんだ？ヴァンガードとエルサ隊長が殺されたことだ。赤の参道でシャドウカージャに奇襲を受けた。エルサ、エレンドの姉が死んだのか。なぜその名を知っている？知り合いだから。エレンドを呼んでくれないか。はっ、ヴァンガードの新隊長エレンドともあろうお方がこんな流れ者にわざわざ会うとは到底思えないがな。アーロイ、おい、生きてたか。てっきり死んだかと。おい、お前ら道を開けろ。だからメリディアンまで俺に会いに来たか。隊長になったのか。ああ、いや、少しな。で、生きてたか。たく、お祝いだな。俺のおごりだ。二人だけで話がしたい。力を貸してくれないか。よし、来い。許可されますか？許可するに決まっているだろう。これからは彼女が望むままにここを通行させるように。わかりました、隊長。これで、もう邪魔は入らないぞ。話ってなんだ。ここに来た理由。最後に会った日からいろいろあったんだ。試練の時、襲撃者たちに襲われた。大勢が死んだ。爆発音が聞こえた時、俺たちは村にいた。何人か義勇兵が戻ってきて、参加者の多くが死んだって。
ノラの民の悲痛な叫びと深い悲しみは忘れることができない。よく助かったな。問題はどうして私が狙われたのかだ。狙われた？どういうことだ。私が狙われたのはオーリンのせいだ。何を言ってるんだ。意味がわからない。オーリンを探さないと知っていることを聞き出す。あいつは俺の友だぞ。あいつは裏切り者だ。奴らの正体も目的もわからないが、間違いなくオーリンが関わっている。でも俺はそんな。お前が理解する必要はない。あいつのところに案内してくれ。今はいない。数日前にガラクタや遺物を漁りに行ったよ。どこにいるやら。あいつがよく行く場所とか知らないか。帰る場所とか。家ならメリディアにある。よし、案内してくれ。そこを調べたい。まあいいだろう。調べるときは俺も立ち会わせてもらう。姉について。エルサのことを聞いた。お前には特別な人だったろう。俺にとってみんなにとっても同じさ。いつも要領よくてあれこれ命令して頼りにしてた。俺があいつの代わりを務めないと。なのに俺と来たらただもがくだけ。私も近しい人を亡くした。私もある人を亡くした。育ての親を試練の時に。名はロスト。そりゃ気の毒に。いつも思うんだが、なんで人は苦しんでる人に自分の最悪の出来事を話すんだろうな。気が楽になるか。さあ、なぜだろう。まあいい。何か話したいことがあるんだろう。んじゃあオーリン探し行こっか。オーリンの家を調べたい。すぐに。ああ、分かったって。行こう。子供の頃に思い描いていたのとは違うが、立派な仕事だ。都の安全を守っている。こんなにたくさんの人が同時に喋って理解できるのか。俺は無理。ただ飲むだけさ。隊長なんだけどね。あの女、まさか野良族。都には誰でも彼でも入れるようになったみたい。野良族はなんかあるんだろうね。奴らの血には血を。エルサの仇討ちだ。アバードは一体いつまで宮殿に引きこもっているんだ。どうして王は拷問や虐殺を行った者たちを何年も野放しにしているのだ。エレンド、誰よりも復讐を望んでるはずだろう。血を分けた姉が殺された。それなのに野放しだぞ。あと一言言ってみろ、この役立たずのクソ野郎。この俺が牢屋にぶち込んでやるぞ。さっさと失せろ。出なきゃ俺が全員ぶっ飛ばすぞ。エルサが殺されたって一体。今はよせ。殺された。あ、マジで。話が全然変わってくるじゃん、そうなると。お、お宝屋か。あ、シャードが足りね。人形、手稼い。ベヒーモスとかいんの。サンダー城。あー、ストームバードのレンズは出なかったな。倒したんだけどね。一つやってみようか。そもそもこれでさ、何ができるのかっていう。これね、罠。骨
骨付き。あー、嗅いだことのない匂いです。これは香辛料かな。まあガチャだな。それじゃあどうやって入るんだ。力づくか。なるほど。ほらここだ。物は壊すなよ。扉以外は。これすべて奴のものか。王宮にツテがあると得するってことだろ。へえ。すごいね。周囲の手がかり。上かな。なんかあるね。家族の肖像。王林の家族の絵みたいだ。王林の家族の絵みたいだ。それだけ？いや、何もなさすぎじゃない？王林の家族の絵みたいだ。あったあった。絨毯の端がボロボロだ。近くの床も擦れてる。あー、隠しがあるかな。下に何かありそう。なんでここにハッチが。問題はどうやって開けるか。鍵がなければ無理だ。それはオセラム製のハッチだからな。絶対開かない。それはどうかな。ぶち壊すの。ってことはさっきの絵か。絵の裏に隠してあるとかそういうことだね。王林の家族の絵みたいだ。外れた。なんかヒントあると思うんだけどな。あ、そういうことね。そのハッチは通れないだろう。ここに来たことは。ここに来たことはないのか。いや、遅くまで飲んだ帰りに家まで送った時も玄関までだったな。あの晩は酒を浴びるほど飲んだが、俺はピンピンしてた。まあ、いつものことさ。王林と三王。王宮とツテがあるって言ってたな。奴は三王と知り合いなのか。まさか。時々王宮の衛兵として仕えたりもするし、古代の品を貴族に売りもする。だが王に謁見したことはないはずだ。王林が悪事に関わっていたとしても、三王アバーダとは一切関係がない。命を懸けたっていい。三王が結構優秀ってか信頼が厚いんだね。本当に平気なのか。酔いは冷めてる。もう説教は勘弁してくれ。そういうことじゃない。さっきあった外でのいざこざ、あのことだ。あのことは話したくない。ここに来たのはあんたが王林の話をしたからだろう。早く調べな。調べてくる。そのために来たんだろ。そう。特にね。調べて。やっぱこれぐらいだよね。王林の家族の絵みたいだ。鉄だらけだ。使えるかもしれない。いや、入れないよね。
向こう側に行ける方法があるんだろうけど、あった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 。もう色が一緒すぎてわからんわ。それは大きくて重そうだ。よし、押してみるか。さっき何も壊すなって言ったんだけどな。これぐらいかな。でもなんか形的にインゴット系だったよね。鉄かな。じゃあ入りましょう。あ、金ではないだろうな。この下は見に行かないのか。よし、調べよう。特に会話は増えない。降りていって、従えば生かしてやる、背けばこいつらの喉をかっきって照りつける太陽の下で死体を晒し物にしてやる。奴ら妻と子を人質に。奴ら誰のことだ。襲撃者、従わなければ家族を殺すと。なるほどね。地形データか。に気をつけていたようだな。オーリンが契約書を読むことはあったが、詩を読むタイプとはね。間違いない。狙いが私だと知ってた。なるほど。あ、じゃあある程度情報は知ってるんだ。記号はオーリンが行った場所だな。あー、刺さってるね。こんなものかな。これが証拠。最後のページ、私に会ってから殺すようにって書かれてる。クソ、何が友人だ。裏切り者のペテンシメ。記号の読み方どこで習った。それにあんたが見てるそれどうなってるんだ。フォーカスでいろいろ見える。フォーカスだ。これで見えないものが見える。オーリンのフォーカスも同じか。装置は同じものだな。ただオーリンと襲撃者は離れててもフォーカスを通じて連絡を取り合える。それに見ているものも共有できる。互いの目を通して見るように。襲撃者はそれであんたを見た。オーリン越しに。そう、きっとそういうこと。んじゃ、行かないと。オーリンの居場所が分かった。そこに行かないと。たった一人で。大丈夫だ、一人の方が早い。待て、その装置でもし見えないものが見られるなら。エレンド、邪魔するな。手を貸してくれないか。お願いだ。エルサを殺した奴をシャドウカージャの兵士がやったってことは分かってるんだ。でも殺した張本人を知りたい。その気の毒には思ってる。でも私には関係ない。あんただって復讐のためだろな。部族を殺して自分も殺そうとした奴を追いかけてるじゃないか。あんただけが正義を貫ける。いいか、俺は赤の山道に行く。エルサの遺体がある場所だ。そこで待ってるぞ。少し調べてくれりゃ満足する。分かってくれよ。赤の山道だな。やるだけやってみる。はあ、まあでもそうだよねって感じ。おいお、勝手に。19。はあ、じゃあオーリン探し行こっかね。でサブクエは受けとこう。
流れ者か。お前はノラだな。お前も機会を変わるんだろう。それなりにはね。一つ忠告してやろう。カリウドの館には行くな。母ちゃじゃないなら昇格はありえないからな。あー、カージャ族しか入れない。カージャじゃなきゃ館の一員になれないのか。いや、他の部族もいる。だが掟があって流れ者じゃ昇格できないんだよ。三王アバードは約束した新しい時代をな。都は皆に開かれる。嘘800さ。祝宴には参加できても食事はもらえないんだ。まあまあ、まだそんなに全部帰れることはできないだろうからね。カリウドの館の何が問題だ。お前が偏屈者なら平気だよ。バンガーデは俺は知られたカリウドだった。だから館に行ってみたんだ。甘く見てた。機械を買って昇格して力を競う。そんな単純じゃなかった。カージャが頂点に立つための八百長さ。貴族どもに狩りの何がわかる。もうやめだ。誰かが館を変えないとダメみたいだな。かもな。だが俺はやらない。お前が行くなら俺の代わりに昔ながらのバヌークの別れの挨拶をお見舞いしてやってくれ。バヌークの別れの挨拶というと。床に小便だ。できれば匂いが立つまで誰にも気づかれない場所にすると最高だ。男やったらな。女性やからね。これはだよね。箱の人。さあ上か。結構上だね。てかアイテム屋さんすごいな。これは衣装っぽい。探してる。そうよ、悪徳商人じゃない。三王アバードに指名されたバヌークの特使なの。彼らの代わりに故郷バンガーに返すための聖なる骨董品を探してる。バヌークの岩絵の近くで時々見つかる木の像に特に興味を持っているのよね。もし持ってたらいいものと交換してあげるわ。木の像。バヌークの像のことを教えてくれ。とても簡素な木彫りよ。オサを殺してバンアーを追放された伝説的な狩人アルナックが作ったものよ。故郷を思い出させる彩色された石の近くに木彫りを残していったの。後に彼の無実は証明されたわ。部族の者は彼をさまよう英雄とし像を取り戻してるの。できるだけ手助けしたいのよ。もし持っているなら取引しましょう。準備。じゃあ取引。取引しましょう。まあないんだけど、バヌークの像ね。ああ、そっか。まあこんな感じで探し行く感じだね。バヌークの品を見つ、ねえちょっと、そうあなた、骨董品は持っていない？上か、サブイベを。意外と意外といけない。はあ、ちょっと待って。アイテム、いやー、どれだろう。太陽の祭典。ノラか。私は嘆きの名マーン。こんな形で出会ってしまうとは。こうなって悲しみだ。あなたも悲しみを秘めている。待って、すまない。ここで命を落とした者を弔いに来たのですか。いや違う。赤の動乱は知ってるが、カージャに恨みはない。なるほど。では強い意志を持つ流れ者の助けを超えると良いのですが、ここにいる者たちは己の声で愛する者を称えたいのです。
大げさなカージャの儀式などではなくて。だが障害があるのです。こうしてメリディアンが沈黙を守る中、ローブが私の自由を奪う。おー、まあいっか、手伝うことは聞いておいて。一人目はオセラムで都へ行く途中の王の聖堂に巡礼を。だがそこで異教徒を受け入れられぬ三の祭司に立ち入りを阻まれた。この機械バヌを飛ばそう。あなた、さよなら。彼ら落ちたものと。まあ、なんか今あったね。さあ、キャンプ。まあ、だいぶ広いね。専門職人。まあ、だろうね。やっぱこの専門職人でうまいことっていう感じなんだろうな。あとサブ系は、こうやってマークが出るんだったら、整理すればうまいことを見つけやすくなるね。はい、ということで、12話はここまでにしたいと思います。まあ、次回オーリンを探し出す感じになるかなということで、ここまでご視聴ありがとうございました。動画見てる人はここまで、ライブは引き続きやりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。